分寺外線とは、武蔵野を代表する地形であり、立川市から大田区まで連続する、延長約 30km に及ぶ、崖地です。段丘の高さは、10メートルないし20メートルの斜面からなり、帯状に連なる、その緑の崖線は、樹木や湧き水など、自然環境に恵まれた、緑の生命線とも言われています。その緑の生命線に沿って、世田谷区の成城から、大田区の田園調布に至るまで、東京都内でも、指折りの、高級住宅街が連なっています。今回は、超高級住宅街であり、同時に、駅から遠く、陸の孤島でもある、岡本三丁目の、国分寺外線にへばりつく家々をご紹介します。